本日はですね、ちょっとこういうものに関心があるので、紹介したいと思います。今日はですね、こちらです。じゃじゃん。関明夫さんの都市伝説っていう題の本です。こちらですね、Amazon の方で、中古なんですけども、250円で買いました。はい、正確には251円ですね。はい、こちらですね、まあ都市伝説ですねの本ですね。あ、一応こっちには1200円って書いてあるんですけれども、一応500何円かで買いました。本当です。まあ都市伝説っていうのはですね、まあこういうやつですね。はい、まあどうぞ。この話はですね、前から噂されていたことなんですけれども、とかっていう、話ですね。っていうか、この内容は本当に嘘ですからね。僕あの YouTube やめませんよ、今のところは。はい、はい、やめませんからね。まあちょっととりあえずこちらね、都市伝説の本ですね。まあとにかくこちら多分1だったと思います。最初のやつですね。まあいろんな世界に関する都市伝説がね、例えばあの松尾芭蕉さんとかがね、あの服部半蔵だったりとか、あとなんだ徳川埋蔵金とかのこととかね、まあアメリカ政府とかのことでもなんかいろいろ話題になってたりとかしますけれども、まあ、その辺はね僕もよくわかんないんであれなんですけれども、というわけで今回はですね、結構短いですけども、こちらの都市伝説のナンバーワンの方を紹介してみました。中古だとね、Amazon だと今結構安くなってるんで、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。さよなら。こちらね、都市伝説の結構最近本当ハマっちゃったんですよね。なんでなんでしょうか。よくわかんないんですけど、なんでしょうね。まあ、こちらがチャンネル登録で、こっちが前の動画で、こっちが次の、こっちがね、次の動画になってますので、ぜひクリックください。